おはようございます。スローパッチステーションのレンジローと斉藤です。はい、ということでこのペアで福岡県っていうのはまた珍しいでございますが、前回までさ、てかまあ今月よね、そもそも今月まともに勝ってませんし、なんかまあミッションもあるからとか言って、なんかミッションのプレッシャーとか、なんかそれになんか押されてみたいな、なんかもうあんまうまくできてないんですよ。もうミッションもクリアできそうな可能性もあるし、なんなら5万発持って出せる可能性がある。今自分が一番得意としてる機種に行きたい。まず抽選から、うん、一桁台からの一番得意な機種行って、1回でさ3つ4つ機種クリアしてもいいじゃん。任しとけよ。いくよ抽選。あれさ、抽選終わってね。もう抽選終わりました。マジっすか。Right here, right now. 父ちゃん名前は斉藤。Right here, right now. ばあちゃん名前は斉藤。一般入場。ど根性。おはようございます。このスローマジステーションレンジローです。よろしくお願いします。全然まだ選べんだよね。ココロミスさんね、あのスロット強いっていうのは知ってるから。じゃあ行くか。じゃあカドニーの SAO、 この台が絶対に勝てる台です。おはようございます。スローマジステーションレンジローです。新規一転、ここは外でオープニングを撮るんじゃなくて中で撮ってみようと思います。はい、ということで SAO 撮りました。まああれで新エヴァに行こうと思ったんですけれども、まあ無理でした。新エヴァの列はもうバババッと埋まっておったので、まああのエヴァか、ね、明日への方向が SAO、 どっちがレンジの得意って真面目に考えた結果 SAO です。こうなるために俺はあの前振りを取ったんではないかなと思ってます。ミッションございます。その内容こちら。どうもレンジローです。今回も新ミッションが始動しました。今回は個人ミッション。新ミッションのルールはこちら。4つの中から1つでもクリアできれば罰ゲーム回避。失敗した人が集まって隣駅で罰ゲーム。絶対コンプリートしてやる。どうじゃー。はい、ということで以上がミッション内容となりますが、 SAO のミッション内容何でしょうか。第2エンディングです。第2エンディング。まだねミッション一つも達成できてないので、僕だけです残されたのは。 SAO 信じてみてもいいんじゃないか。皆さん信じてください僕を。僕ね、こういうね変なスタート切った時大抵いい結果残すから。はい、ということで早速打っていこうと思います。本日福岡県のお店さんで、朝は不調だけど絶対勝つぞ。ど根性ど根性。おはようございます。スローパチステーションレンジローです。ということでスマートパチックソードアートオンライン打っていこうと思います。よろしくお願いします。1枚目。あー、これ入らないや。これまずいわ。不幸だー。さてことで早速なんですけれども、スタートフラッシュモード赤、発射手応え振動、 BGM 重視というこのカスタムでやっております。さあ早速スペックの方からお話しさせていただきますと、319分の1の ST タイプとなっておりまして、当たったうち 50% でソードラッシュ、ダメな 50% を引いてしまうとチャンスタイム100回転といった感じになります。何度も言っておりますが、まあ ST 入ってしまえばオール1500発の 81% なんですけれども、それ抜けた後スマパチならではのラッシュリンクシステムというものがございまして、 33% で成功すると時短付与111回転もらえて、そこで戻せばまたソードラッシュに戻るよという結構斬新かつ画期的なねシステムの319のスマパチでございます。まあもう僕もジャンさんもなんなら2人でずっと打っているので、まあお分かりの方はいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、マジでやっぱね演出ね出ないよね。なんかやっぱネットとかにさ掲載されてるさ、だからなんなら昨日クリスマスだったからっていうのもあるけど、クリスマスの夜なんて出たことないしね、ステージ変化の。そういったのを含めて今後こういっぱい打っていく上で、なんか一回ね打つたんびに新しい演出っていうのをね皆様にお見せできればなと思っております。なおかつ SAO ならワンチャンミッションもクリアできるんじゃないかなと僕は思っているので、最後までねあのこの後大阪移動ではあるんですけれども、諦めずに頑張っていこうと思います。よしよし、いい入りしたんじゃないの。早いよ。48回転目。まあ、定位決勝なんだけどね。まあ
俺が見たことないやつ来い、ね、もうあのクリスマスの夜、昨日クリスマスでした。よいしょ、はい、デスゲーム開幕宣言きますね。ダイソー、まあまあまあ3割ないぐらいですけれど も、 もうこういうのも重要。いや一発目にしてはいいんじゃない、セルムブルグじゃないだけ全然いいと思う。ワーニング、さあここで、ね、一応今一図柄でバーチカルアーク、あでもチャンスアップ出てるんで、バーチカルアーク、さあ技術さんで何が出るか、ここの技メテオブレイク、いつも通りでございます。テンパイ図柄はおースイッチや、うわっ、あっエアバイブ、踊っと踊っちゃったよ、おい、あーあーバイブすごい、バイブすごいことになってる。はい、スカルリーパーでございます。トリガー来る、ボタンありがとうございます。うわー気持ちいいね、あのダブテンした時に瞬間にトポポポポポって、ありがとうございます。確定デュエルなんでみんなが大好きな一等賞出そう、まあ、やり方一等賞のやり方ね、あのバトル開始前にボタンここ16回ですね、12345678910123456、これで一等賞ユリアンユリアン、このスタートの時に一等賞出なかった、出る場合があるなのかな、確定で出るわけではない。オッケー、モアバイブ、さあまず朝一いいスタートを切りました。こっからいきます。あーもうミッションクリアできる可能性あるからな、マジでここで25連いくぜエギル、お前しかいねえんだよ、もう他のモードできなくなっちゃったよ、もうエギルに侵されちったよ俺は。でももうねだいぶ坊主にしてから2、3ヶ月経ってどうですか、だいぶちょっと生えてきてるよね、エギル超えたんじゃない。さあさあ行くぞ、ソードラッシュでございます。バトルオブザカオスドレイクモードでございます。もうねこういった系の ST 重要なのは1回目とバースト入った時の1回目、この最初とても重要。もうとりあえずこのモードは何でも言ってます、エギル何でもいい、文字でも演出でも何でもいい、特にエギルさえいればいい。スイッチの影がエギルなだけでも当たりで、エギルが出ないで復活当たりっていうのもあるんですけれども、基本的にはエギルを探していくものです。残り50回でもうこんな朝から使いたくねえけどさ、絶対当たる歌にするか、アダマス、いや俺はもう朝から最強装備でいくよ、もう勝つためだったらもうとことん手段を選ばない、見つけてシル出してよエジル、あるギリギリである、今日そんな気がする、ギリギリでレンジロ引けて嘘だろみたいなこと言ってる自分がいる。 Do it! 初めて来た、切ってくれ自らの、あ初めての Do it が、残り15回転、サビ間に合う、サビ間に合う、サビ間に合う、歌ってくれ頼む、残り5回転、ダイヤモンド頼むよ、97分の1って結構近いもんじゃん、あんないい当たりしといて。ただまあ僕まだやったことない残保留戻しだってあったりするんですからね、だーない、いやおかしいよ、継続率 81% でしょ、だから 19% 引っ張っちゃったってことでしょ、 19% の当たりなしを引っ張ったってことは 33% の先行アタック全然ある、入った、めっちゃいいの入った、一律さん、はい、あーやってるぞ朝から、俺ここで戻すぞ、いや完全に終わりではない、さっきは 33% だったけどこの後はね薄い本当にちょっとした 7% ぐらいだっけな、で戻る、あまあまあまあしょうがない、俺は俺が悪い、まあ、前回も SA を打った時って財布なくしたじゃないですか、そのハプニングに見舞われたからこそね2万5000発ぐらい出たわけじゃないですか、今回も一緒ね、抽選開始時間を間違ったとはいえ SA を取れました、こういう時救ってくれるのよ SAO は、だってまだ言うて投資4000円ですよ、今日多分この1枚で全て物語決着すると思う、ハプニングが起きた時にどう対処するか、僕じゃ対処しきれないから大が頑張ってくれるんだよね、こういう緊急事態の時大体大頑張ってくれるから、オッケー、いらっしゃいませ、さあさっきはデスゲーム、今回は
256回転。え、ゆいちゃんストーリーよ。熱っ、おゆいのストーリーよ。50杯以上あるよ。赤7黒7、6で揃うストーリーリーチですね。いいんですか。いや、こういうのなかなか来ないからね。こういうのなかなか来ないから熱いのよ。パパ、ママ、赤タイトル、赤タイトル来い。絆、ゆいの絆。頑張れよゆい、頑張れよ。デフォルト図柄、転売図柄重要。6だったら惜しい、6だったら当たりだった。こういうところ、ここの赤文字とか重要なのよ。お前の思い通りだってたまるか。キリト君、いけ、キリト行ってくれ。大丈夫、キリトはスロパチの中でも史上最強の編集者だから大丈夫。どんな長尺でも30秒あれば編集終わらせるから見とけよ。来た、天才発行。チャーさんも入ってるよ、チャーさんも入ってるよ。ごめん、この後ちょっとこれ天才ハッカー来ました。はい、今これプレミアプロしっかりね、編集完了したんで大丈夫です。ありがとう、ゆい、おかえり。パワー、いやーよかった。いや、いい物語なんだよな本当に。さあ、5点杯で当たりました。僕ね、5点杯って何度も言ってます、気持ちいいラッシュ入りやすいらしいんですけど、入ったことないです僕が当たった5点杯今まで入ったことない。いやー、一等賞なってほしいな。行くぞ、俺は押すよ。1234567891012345678910123456、 上乗せだ、上乗せ一等賞連打。はい、いっぱい押した、スタート。はい、一等賞なし、一等賞はなしでございます。さっきも分かった通り、あそこでなんだ、ここでなんなくても大丈夫だから。で、キューライブゾーン 25? No 50? No. Oh my gosh. ラスト、来い、チャンスアップ、フラッシュ、ソードフラッシュ、レッツゴー。 OK、 ネキューライブゾーン50。まあ、5点敗 OK、 スピーク、行くしかねえわ、行くしかねえわ、来い、アタックトリガー 50%。 俺今日2分の1通してない、せめてラッシュは2分の1。まだ分からんからな、まだ分からんから、剣の色だから。黒やめて、黒やめて、うん、黒、まあ、時短時の攻略法はね、僕何度も言ってます、時短の攻略法を教えます。つけてください、ピーフラです、ピーフラ絶対つけてくださいね、時短の時は。これが一番気持ちいいから。ダダもこれ通常なんで、もう回すだけ。来い、薄いところ、先行アタックやらせてください。ダン、ああ、しょうがねえ、左手に戻してやるか。じゃあコウキさんのおすすめカスタムやってみるか。先読みチャンスモード、あんまやったことないけど、やっぱおすすめなんすか。なんかおもろいね。なんかおもろい理由、浅っ。一応先読みしただけで 66% あるということだけしか僕ちょっと知らないんですけども、身体力でちょっと触れて以来で先読みチャンスやってないんで、まあ、演出なり保留なりっていうのを待ってたりしましょう。さっさっさ、2枚目入れてこうかな。まあ悪くはないんだよな、2回当ててくれてるし。ただ戻せなかったし、なんなら SP できなかった自分が悪い。 S で煽ってます。私さっきちょうどアダマスに変えたところです。もう一回来てくれ。よしよし、いいよ。これ聞いたところによると、まあまあなんか SP が走ってるよぐらいの合図らしいです。ソウル、ソードジャッジまで行けば一応 50% 以上あります。あ、これもうね、一回ミスっても最後にまとめてドガーン行くんで、ひらめきにフェイカー。さあ 50% あるぞ、頼む頼む。もうデフォルトで 50% だからね、ボタン赤とかでいい。頼む頼むくれ、俺このステージ得意だよ。1、しかも1、しかも1だよ。ラッシュ入りやすいんじゃないの。いきます、ダラー、よっしゃ、これがアダマス打法だよ。俺はね、何度滑っても言います、アダマスはアテマス。1234567891012345 6、はい、いきます。ノー一等賞。
いや5点敗5あたりは全然ラッシュないんだけど1は全然あるよ。フラッシュ当たんない。はい、うそ、 25% 2分1は取れないけど4分1ならいっけー。剣の色、剣の色、漆黒時短、諦めちゃダメだったら俺今もうさ時短で戻しますって言おうと思ったのよ。そんなあっていいのかよ、こんな気持ちいいこと。ありがとうございます。はい、ということでソードラッシュでございます。アダマスのおかげでなんとかなったわ全て。オーマイガー、えぎる、うわーすごい、えぎるより先にピーフラ来てたわ。これは来たね、完全に。さあ97分の1でございます。はい、えぎ、えじる、えじる、お前気持ちよすぎだろ、捨てちゃうって。いく、これいっちゃう、うるしすぎて涙出そうだもんね。危な、これがいわゆるエギルの脳汁、エジルです。マジでもうデフォルトとか先読みチャンス1戦とかさ、エアバイブ1戦とかシリカのモードリズメットとかもやりたいよ、やりたいけど、今回はさ楽しむ前にやっぱミッションだからさ、一番安心と信頼のエジルじゃないとダメだよね。レンジのハプニング、今ハプニングモードだからね。おおおおっしゃ、上げてけケイです、上げてけ。ねえわ、ここまで汁出るのねえわ。さあ次当たればバーストラッシュ、すごくいい、トントン拍子で進んでる。行こう、すぐに行こう。もうね、エギルありがとう、ファイナルエギルありがとうボーナス来るよ。なんかアニメ見ててエギル出ただけどだよな、俺だって通常ステージでエギル喋るだけでちょっとピュッて出るもん。ここでふんどしをもう一回締め直してくれ、一回気合い入れてくれ。なんで死にかなんだよ、本体であればシリカの方がチャンスなんだけどな。このステージにおいてはエギル 100% なんだよ、メイドインエギルなのよ。残り10回転、諦めんな、ギルドからのからの、いやセリフ、いやギリギリ、何これ何これ、頑張れ、よし残り6回転、エギル、違う、これエギル関係ねえんだ、上がってよ、うわー、残り6回転でバーチから来た意味あるでしょ、来た意味あるでしょ。赤ボタン、気持ち赤ボタン、ダメだって、おぼうちゃん復活、復活、復活はかけない、ゆうちゃん何してんだよ、何してんだよ、残り4回で、おお、残り4回転の奇跡起きたぞ、いったー、バーストいったぞ、やば、最高のエジル出たわ、あーやばいやばいやばい、エアブローで腕が、あーマジかよ。じゃあやっとスタートラインで、こっから確か20連ですねやるぞやるぞ、俺はこれでまくりましたし、スタートライン立てた、ありがとう、 Thank you for my エギル。モード3つありますが最初はデフォルトでいきたいと思います。さあ行こう、ここのね、もういつ聞いてもいい、あー最高だよ、リサーリサッコにはもうたまらねえな、 SAO 好きにはたまらねえな、映画オーディナー好きに合ってんだよ、でここね、何度見てもかっこいい、やっぱここね、やっぱ中二病だから俺、パカー行くときね、こんなキリド君見たことないもんね。あれなんで完全告知になってんの、俺デフォルトモードでやるって言ったよね、違和感、ここのね、もういつ聞いてもいい、
ああ最高だよ。一回だけ完全告知の汁だけ皆さんにお見せするわ。見たから一回デフォルトやってまた完全告知やるから。みんな大好き違和感捜査隊、見てるみんなも違和感捜査隊でございます。探していきましょう。前ねこの完全告知ジャンさんと乗り打ちの時にね、コウキさん含めてね3人で違和感見つけようぜとか言ってやって、え全然ないじゃんって言ったけど、これが急にね通常図柄の色になったりとかする時があったんですよ。そういうの俺やっぱまだまだだね、見落としがちなんで。あ図柄揺れてます、図柄揺れております、長めです。これが急に図柄がねなんか緑が入ってきたりとかするらしいのよ。全然気づかない、なんか図柄じゃなかった、今下の色が変わってたわ。すまん、一旦ねこういう楽しみがあるよってお見せしたのでデフォルトに戻します。肝心のねやっぱバーストラッシュ1回目突破できたことによって私もう大丈夫です。行きます、第2エンディング目指します。おわーバイバイ、保留レンジャー、保留レンジャー、ほぼ6回転、わお曲も変わった、タイミング曲俺がたまたま変えたかもしれないけど、まずこいつラディウスの体力を 1,2,3,4,5,6,7,8 あと8回ね、あと8個削るね、チェンジ、曲チェンジ、アニマは時短中だからな。あ、来た来た、アダマス、ワン、ツー、来たー、来いよー、あるよ大義名分なし、残り20、ギリギリまで間に合え、さっきはだって残り4で戻してる、シリが、あー残もう10だ、ラスト5回転頑張れよ、まだ足んないぞ、7連の9450、もう今狙う、もう今打つ、もう今打つ、最速でここに入れる、はい最速、ここ狙えって言った時に入った、いつですさ、はいさあうますげえ、お天才や、これ33番の天才には慣れてる、ギリギリの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 ギリ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 、下手くそなんだよな、こんなチャンスもらってんのに、もうこんな裕福な家庭に育てていただいたのに何をしてんだ俺は、全てにおいてチャンスもらってんのにな俺。まあまあ一応ね投資分はまくりました、5000発だったのが今持ち玉8700発なんで一応まくったんですけども、そんなんで帰れないよね。しかし何も起こりませんね、嫌なんですよ最近ずっとこんな感じだから、ちょっと出玉出したら全部飲まれちゃうっていう、これを変えたい私は。さあ残り2500発でございます、ノースタートフラッシュ、良くないな流れが、上のゲーム数がね ST も加算されているので687回転目になっておりますが、こちらはねあの時短の方111回転の時短込みの535回転目でございます。やっぱ俺リズベットと相性悪いわ、俺もリズベットと相性悪いけど、俺次のモードリズベットにしようと思ってるから、あの頃心を開かせてバーストラッシュいくわ。結婚するならリズベット、ちょっと目減らそうじゃん、俺ゆいちゃんがいいな、俺この子と結婚したい、年齢不詳だから大丈夫、28歳になってって言ったら28歳になってくれそうだから、まあアスナ側も無理だろうな、俺らみたいなやつら、俺ら所詮クラインとかエギル側だから、やっちまってんな本当に、やっちまったな、9000発なくなったぞ、安定に今日いけると思ったのに、 SAO 見て9000溜まったのに持ち玉が少なくなりましたって、そんな表示出ると思う？出ちゃったんだよね3の陣いきます、いつもの日常、今月1000何回行ってんだろうね、1000付近も行ってるし1000も行ってると思う、なんでこうなるかな、帰ろ、ね、帰ろ帰ろうよ、でもこれ以上のマイナスにはなんない、ここでドドドドン行ったら明日の財布ないって、ごもっともです、頭で分かってんのに、レンジローさんスーパーチャットありがとうございますだけで俺もエギルと同じ汁出てる、あえてのあえてののもうドノーマルでいくか、諦めんな、いける、
乗り打ちしないなんでだよ、諦めんなっつってんのになんでだよ。でしょ、乗り打ちしよう。いやいやいや4枚目ついなぁ、今日マジで。こんにちは。あー、すいません、ありがとうございます、頑張ります。おお、来た来た来た、この2個目で、2個目、まあ、白だからね、めっちゃ気合い入れるかってよりかは。いけ、てくれ。おお、テイモン広場よ、やった、朝以来。あー、1141回転、こちらが987回転。ワーニング開幕。さあ、ここからどういこう。さあ、どういけ。6、びっくりした、今一瞬7が見えたからあるかと思ったわ。もう一丁。さあ、3回目何が出る。おー、クリムゾンスプラッシュだ、ちょっとだけチャンス。7なあ、4かよ。ピクロ、やったー、長かったー、黒の衝撃からの、いやー、長かったー。これか、いただいた差し入れか、これなんだな、やっぱ人と人とが紡ぐ世界なんだろうな、パチンコも。よっしゃ、ラストのラッシュ頑張るか。1500回走ぐらいまで行こう。総投資3万8000円の、お、絶対トリガー、初めて見た。いや、いい加減出したいね、一等賞。いくよ、ここは16回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 聞かせておくれ。16回ピッタなんかな、無駄に押しすぎるとダメなんかな。さあ、いきます、やります。こっから、まあ、総回転数1141回転から始まる第2エンディングいきます。第2エンディング行くものとして総投資3万8000円、約1万発でしょ。余裕余裕、まくれるまくれる。ただね、1回目の ST は気合い入れなきゃね。ここは一番気合い入れるところで、ずっとエギルに頼りっきりじゃダメだから、一番苦手なリズベットで行くわ。ここで終わらせる。俺リズベットで当てたことほぼないです。1回ぐらいあるかなぐらいなんで、ここで当ててバーストいって、さっき微妙なバーストで終わった。もうフルバーストさせて、まず第1エンディングよろしくお願いします。最後だってさ、苦手なのクリアできない男が第2エンディングいけると思ってんの。いけないでしょ、無理だと思われてる第2エンディング俺は目指してんだよ。なかなか行った人いないでしょ。これリーチかかったら当たりね、1先輩当たりよ。 5% だったら惜しい。もういきなりここもう99%。よし、70きた、きたぞリズベット。さて、3、3、3、3、3、3、あーエギル出てる、なんかもう当たった感覚当たった感じしちゃうよ。 OK、 赤スイッチ、もうこれだけで70倍じゃね。キリタン、キリタン、よいしょ。さあ、まだまだ大当たり鑑定していただきますよ、よろしくお願いします。リズベットブグテンさん、いいね、いきなり赤ズドンは気持ちいいね。まあ、緑でも全然やれる。ちょっと待ってくれよ、レンジローザブラックスミス出しますよ。ちゃんとドラムやりながら剣を叩く、その要領で、ね、よし来たぜ、赤まで来てくれれば。いや、白白白か、大丈夫だよな、頼むぞ。いやー、もうなんか当たったように感じちゃうんだって。エギルギルと攻めたアスナまで、よしよしよし、可能性は全然ある、お願いします。うわ、そうだろ、復活ゆいちゃん、ゆいちゃん、残り15回転、赤こい赤こい、先分かりこい、よし最後だぞ、マジこれ頼む、あー怖い、5点牌にかかってくれ、よし来い、せめてスイッチ赤まで来い、よ、あるあるある、マジあるマジある、よし天球のクリーンを変えて、うわうまい、今日4に愛されてるわマジで。エグルと違う汁、リキルが出てる。ただここは安心しちゃダメ、
せっかくギリギリ戻したら駆け抜けるがあるからね。よし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 、で演出も一緒に走ってこい。赤ゼリフ、よしよし、シリカ、いいよいいよ、うわお、ジジ行きます。バーストまであと1回。リズベットを克服するぞ。ここで今までずっと打ってきて全部リズベットに駆け抜けてた。こういう大事な時にもリズベット、今日リズベット通しに行くから。エギルは正直余裕なんだよ、バースト行くのは。あとはリズだけ。はい、ナイス5パー。はい、長めのコメント来てるよ。でここでうわー当たった、最後気持ちいい。おっと、ここで動画が止まってしまいました。なんということでしょう。そうです、申し訳ございません、音声が止まりました。はい、あのマイクの電池がちょっと切れてしまって、あの音声が今ここでストップさせていただいたので、ここでちっちゃい電池の登場です。まああのね、ちょっとこれ流しながらね説明させていただきたいと思います。ドン、あのここね、このモードリズベットのモードで 5% の時点でもうねリーチかかったので当たりなんですけれども、ここで音がバツッと切れて、まあ、当たりました。ただね、普通の当たりだったらあのこんな僕まで出てこないですよ。ここ大事なの、この後見てください。あのとオーバーキルしまして7揃って、はいどうぞ。そう、大事なとこなんですよ、このバーストラッシュの入りで音声切れたんですよね。で今見てください、レンジロー、あれ音声切れてる？音声切れてる？あ、え、マジマジ？ごめんって言ってます。すいません、音声切れちゃって本当ごめんねってあのここで彼は言ってると思うんでね。もうマジこんな大事な時何してんだよっていうのをもう顔見たらわかる。まあそんな感じでね、バーストラッシュこれから始まりますので、今後ねこういう機材トラブル気をつけていきますのでどうぞよろしくお願いします。それではバーストラッシュどうぞ。申し訳ございません、大事な大事なブラックアウトの部分、マイクロ電池切れちゃいました。いきます僕。完全告知でまず第一エンディング目指すんで許してください。今日ハプニングだらけだな本当に。まあ俺が呪われてるからだろうな今月が。でもそのおかげでさ球出てんだから頑張るわ。キャッチザモーメント2回目です。そうキレト君も言ってました、これが最後の戦いです。ラストフロアボスバトルよろしくお願いします。さあ完全告知でいきます。やっぱね前も連チャンした時はやっぱ完全告知だった。海岸チャレンジ巻き戻オーケー来たわ。武装一戦成功。違和感探してくよ。さっき唯一一回やった時はねここの色が変わったからね下の。さあまず図柄がふんわりするとこから見ていこう。んあれ違うか、でもなんか風吹いた気が。ん麻痺ってる俺の腕指、俺の指が麻痺ってなきゃなんかスッて感覚が指毛に触れられたんだけど、どうだ。うそー、何の違和感か分かんないけど俺の指毛か。ウェイカー、あ揺れてる。うわーステージエンド当たりや、たまたま押したら当たった。ゼロゼロがね揃って当たりね、キャッチー。これはゲームではあって遊びではない、キャッチ。さあ次当たれば名実ともにまくりでございます。もう次当てれば勝ちです、俺勝ちます。茅場明彦を呼び寄せます。あもしもし茅場、もしもし茅場、今どこいる。今大当たりを届けるキリト君おめでとう。カジ領事と一緒の声だからな。グッドラック。まず図柄の揺れ、なんか周り見てると図柄の揺れも忘れちゃうからな。俺シングルタスク人間だから同じでも一気にできない。うわあ一気に同じこと2つできないけど、あんなに変わったらさすがの僕でも分かる。まくったー、まくったよー父ちゃん。まあミッションはまだ達成できてないですけど、とりあえずさ勝負、パチンコの勝負として勝つことができた、ありがとうございます。さあさあさあ皆の者、ここからです。まくったあとですよ、あと7回あと7回当てるよ。そしたら第一エンディング、何別室ぞ。貴様別されたいか、今乗り打ちしても俺マイナスだからな。もうね図柄の下の部分だけ見てる、揺れるか揺れないかだけ。大丈夫よ、安心はしてないけど信頼はしてる、信頼はしてる。あー早い、揺れ揺れてくれ揺れてくれ揺れてくれ、揺れてるな。あラストだ、くそまくって終わりじゃないのよ奥さん。私今日先行アタック
2回入って2回でも刺してます。3分の3入れます。ここで刺されば俺は今日もっと勝てる。はい、33回、33回押しました。ボタン頼む。3回すごくない？本当に今日3分の3よ。おい、先行のレンジローだよ俺。よし決めるぞ。この期待度も 30% ぐらいあるんだからね。3回に1回入る。これが3回目。まずリーチ、まずリーチ。めちゃ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 狭まったと思う。落ち着け落ち着け、レンジロー落ち着け、レンジロー、ね、レンジロー落ち着け、落ち着いてくれ頼む。絶景よ。おとっと勇気出てくるやん。おい、ぜっちょっと落ち着こうと思ってハンドル離したら、マザーズロザリオでございます。これ確か特殊なの見れんだよね。えぐえ、俺天才。よし、リズメット攻略したから。いや怖い。あー、クライン行くか、クライン行くか。クラインもね、ちょっと動画映えしなくて申し訳ないですけども、あの手で感じます。なら皆さんでマイクで聞かせます。クラインだけはだから特殊なリーチになりますね。まずクラインリーチかかると専用演出になります。風林火山で文字があればチャンス、背景明るったらよりチャンス。まずだから風林火山で文字を出さないとね、ダメよ。だから1回目はね、さっきも言ったけど重要だから、一旦戻しのってか、もう先行戻しの、そう先行戻しの ST って伸びるんだぜ。88回転残り、ちょっとチャンスアップないけどね今のところ。かっこいい侍魂。うわー、すげー、素敵すぎー。あー、クーリカさん来てる。みんな頼む、エアブローの音来た来た、来るか。今スイッチ、アスダまで行った。コウキさんが喜んでる。聞こえた聞こえた、ちゃんと。やばいね。オッケー、わー、チャンスアップ。誘うか。ここで待ってる、ここで待ち構えてる。ちょっと長めだね。スイッチデキデン、デキデン、デキデン、スイッチ、アスダの。エアブロー来なかった。エアブロー楽しんでいただけたと思うんで、もう俺はエアブローも攻略したと思います。最後いいっすか、発見させていただいていいっすか。俺もうリスベットの時からずっとこいつ発見したかったの。最後エギル死ぬ出て、お待たせエギル。俺はもうエギルって言えないさ、髪の毛生えてきちゃったけど、心はエギルだから。すねちゃった、選んでくれなくて。かわいいな。でもあんた奥さん持ちだろ。エギル暗い、違う、お呼びじゃないよそれ。さっきのモードだったら暗いんだったよ。エゲルだって奥さんいるんだろ。一旦謝罪会見開くか。あれ、なんかどっかでやった記憶があるな。エゲルさん、この度は信じてると言っといて、ほっぽっといて、すいませんでした。これから一緒に歩んでいきましょう、この65回転で。もう一回さ、親友だってバーストしていこうよ。俺らは心はエギルだから。エギル拗ねないでよ、エギさん。ここは行くでしょ、エギさん。ここしかないってことね。あるか、あるよな。流れはちょっとエギルに裏切られて良くないけれども、まだ足んない、まだ足んない。継ぎ足してこね、昔ながらの老舗みたいにさ、継ぎ足してこうよ、タレを継ぎ足してこう、万発いこう。お願いします。創業1900年、継ぎ足すに継ぎ足された SAO。 はい、4連続。いや終わんないじゃんこれ、一生終わんないんだけどこの台。くそ、俺の永久期間が終わってしまう。なんか出せる気がしてきた。お願い、まだ終わんないで、俺の時間。終わった。はい。
それでは本日お邪魔させていただいたお店さんの出玉紹介していこうと思います。まず、まあ、パチンココーナーも見てください。エヴァンゲリオンです。片面明日への方向、片面新エヴァンゲリオン P と E で混ぜてありますが、相当状況良かったんじゃないかなとここのボックスは思います。もうずっとね、皆さん打たれてるんで、次はね、まあスババチコーナーですね。主にもうリゼロ SAO はこれもうね、SAO も僕ずっと座ってたんですけども、隣の方とかで、ね、入れ替わったりはしてたものの、ずっとね SAO 稼働しているのでとても強かったと思います。ど根性さあ、一日中食べてないんだよ、ご飯。ここ来たらもう唐揚げよ。すごい、俺いつも食ってんの。でもいつも負けてんの。負けてるからこれで食ってんだけど、勝ちの唐揚げ上がってあげるよ。じゃあ塩とタレ一つずつお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。食べようや、食べようや。うまい、最高。勝った唐揚げこんなにうまいんだ。耐えたね今日。はい、ってことでエンディングでございます。なんか不思議な一日でございました。今日も先行アタックが全部成功しましたね。なかなかないと思うけどな、あんなに1個と4分の4でございます。先行のレンジローとお呼びください。で、投資なんですけども、本日9500発、回収が15759発、大逆転でございます。過去のね、いろいろ言いましたけど、過去のなハプニングの時にやっぱ全部出してるので、全部出してるというか勝ってんのだけど、別にそのハプニングって起こしたくて起こしてるもんじゃないからさ、わざと抽選時間に間に合わないでいくとか、そんなことは僕はできませんから。いや、でもまあ俺も、俺のミスでもあるよ。俺も P ワールドで9時半だと思ってたし、で電池切れちゃうとか、それはまあ、それは完全にコウキさんのミスなんです。終わりよければ全てよしというこういう言葉がありますので、まあ本当にね、ハプニングはなるべく機材トラブルも少なめにやっていければなと思いますので、今後もよろしくお願いします。ということで以上、レンジローのハプニング探求録でございました。ありがとうございました。お願いしますよ。はい、ドン、オッケー。あ、いいじゃん、応戦道。よっしゃ、3000、3000です。うぇい、勝ちの唐揚げ食べようや。